はい、お疲れ様、マサです。ということで、動画、しばらくちょっとね、1週間ぐらい、1週間以上かな、動画、撮ってあったんですけど、映像は、なかなか編集とか、なかなかできずに、ちょっと期間空いちゃったんですけど、第7弾 ?6 弾忘れちゃった。それぐらいの感じですね。それで、今日はですね、アンキモですね。アンキモの旨煮をやっていきたいと思うんですけども、アンキモ美味しいよね。で、いろんなまあお店のやり方だったりとか、いろんな作り方がねありますよね。で、まあスタンダードなとこは例えばちょっと塩を振ってアルミホイルみたいな銀ホイルくるんで棒状にして蒸しちゃうとかね。うん、で、まあポン酢かけてみたいな。まあそれでもまあ美味しいですし、全然やり方はまあそれぞれありますよね。うん、で今日はうちでやるのは旨煮ということで、まあ、煮るんですけど、鍋で直に煮ちゃう場合もあるし、今回の場合は蒸し煮って言って、まあ地につけた状態で蒸す、でそれで煮ちゃうんだけど、まあなんでまあ今回このやり方かっていうと、ガンガンに火入れちゃうと肝がほら結構硬くなってこうパサパサしてる場合とかあるでしょ。今回はしっとりと滑らかな状態で食べてもらえるようなやり方でやってます。で、まあ家庭で真似できるかどうかちょっとややこしいとこもあるのかな。まあできるよ多分大丈夫だ、どうぞとりあえずどうぞ。はい、ということで、まずアンキモですね、これ。ちょっとね、今回市場からもらったアンキモがあんまりよろしくない、よろしくなかったんだけど、ちょっとあんまりいいのってないね、これね。まあまあまあ、それは置いといてですね。まあちょっと水に、どうしても血合いとかね、いっぱいあったりとか、臭みもあるので、水にさらして、それで、こういう風に筋のね、こことか、まあそういう血合いの残ってる部分とか、あとこういう膜、薄い膜がね、あるので、これを、取ります。これまあ包丁で取ってもらったりとか、まあお好きに取ってもらえればいいんじゃないですかね。うん、で、まあ結構大ぶりの方が脂が乗ってて美味しい。細かいものたまにあるんですけどね。あれですね。まあその辺は、スーパーにアンキモが並んでるかどうか。これ、はい。お酒を、まず、煮切りですね。お酒、アルコール飛ばしました。で、それで、ここに水と、濃い口醤油を入れました。はい。で、そこに、さっき、今煮切っていた、アルコール飛ばしたお酒を入れて、ですね。はい。あと、砂糖ですね。入れて混ぜます。そして生姜、まあこれぐらいにザクザクっと切って、でこれもまあ臭み消しですね。お酒もそうだけど、まあよりも臭みがあったりとかねするので、あぶりじゃないやごめん、あん肝ね、あん肝、うん、ぶりの癖が強いよ、うん、でこれまあアンキモをこう、まあガーゼでもいいんですけど、ガーゼがあればガーゼでいいんですけど、まあ、ないときはまあこうリードペーパーみたいなのにしてくるんでますけども、これまあこの時にまあ普通ほらアルミホイルとかでガチガチにくるめるときってその時に形作っちゃうんですけど、これは煮てから形を作るので、この時点ではまだやんわりとその形になってればいいような感じで、でかつその地を含ませたいので、まあ、リードペーパーとかガーゼとかにしてるんですけど、この状態で地につけます。こんな感じ、ちょっと輪ゴム切れちゃったけど、うん、でこれをさっき作った地の中に入れて、で味を含ませるというか、まあ少ししばらく置きます、この状態でね。で置いてからここから蒸していくんですけど、
まあ、これスチコン使ってるんですけど、スチコン楽ですよね。あの温度設定さえしとけば、あのその、まあ、30分70度ぐらいかな、70度ぐらいで、まあ、2、30分ぐらい火入れます。でもこれあの家庭だと蒸し器になるだろうから、その辺の温度調整をちょっとしっかりしないといけないんですけど、はい、出来上がりましたね。早いさすがに、うん、でこれをあったかいうちに、ラップに巻き替えて、で形を作っちゃうんですよね。で冷えていくと今度身がキュッとこう固まるっていうかなるので、こっちにはまあちょっとほら崩れかけじゃないけど、ちょっとまああの柔らかい、まだ柔らかい感じなので、これを、まあ、リードペーパーからラップに移して、でそれをくるくるっとラップで形を整えて巻いていくって感じですかね、うん、でこれよくね居酒屋とかでも見ますよね、あの丸っこい形になります。これでぐぐぐっと巻いて、ちょっとこう汁ちょっと多いけど巻いて、でここからあの穴を何箇所か開けます。でそれを巻き巣でくるむんですけど、はい、こんな感じでねぐぐっとくるって、で輪ゴムでまた、きつめに形を整えというか、まあ固めたいので輪ゴムで留めます。でこれちょっとあの斜めにして、この後出てくるんだけど、斜めにしてこう立てかけるようにして置いとくんですけど、こうすることであの余分なあのあん肝の油とかが落ちてっていい感じに仕上がります、はい、でこれあの冷蔵庫で冷えてからね、冷蔵庫入れて、でこれは次の日だけど、まあ数時間置くとしっかり固まって、こういう風に棒状になるので、そしたらもう切り出せるので、はい、そうですね。でこれもうみんなが見るようなあん肝ですよね。でこれ鍋で煮ちゃう場合はもうあのな形とか別にそこまでなんかこう丸くしない場合とかもあるんかな、うん、まあ、この場合はちょっと形をしっかり丸くしてる感じなんで、まあ、この丸の状態でもうそのままポンと盛り付けるような形のやつですね、はい、で懐石とかだと1人前ずつ出すんで、こんなになんか大皿みたいな感じで盛らないんですけど、まあ、今日はちょっとまあね一品料理みたいな感じになってるけど、大体はこの一切れとかで出します。そんなにたくさんつけるもんでもないので、うん、というわけで、あとはこれ自家製のポン酢をかけてますけど、ポン酢かけなくてもね味は結構しっかりめについてるんで、旨煮なので、まあ、そのまま食べても美味しいんじゃないかなと思います。はい、であとまあ薬味、分けぎとかまあネギともみじおろしなんですけど、うん、まあ浅漬けとかなんかそういうハイカラなものを使ってもいいし、なんかこれを白身の魚とか昆布締めとかでこう巻いても美味しいですね、はい、ということで出来上がりです。はい、どうだったでしょうか。今回はあん肝の旨煮ということで、また次の動画もすぐ出したいんだけども、いかんせん編集とかまあいろいろ考えるといつになるかですぐ出すかもしれないし、また3日4日行くかもしれない。まあとりあえずまあまったりと、あんまりコンスタントに3日後に出しますとかいう約束は難しいので、適当なところでやっていきたいと思います。ではお疲れ様です。マサでした。